谷幸美子は日本のプログラマー。電波新聞社のパソコンプログラミング雑誌、マイコンベーシックマガジンにバグ太郎のペンネームでプログラムを多数投稿し、当時すでに廃れていた PC-8000 一応であったにもかかわらず、ベストプログラマー賞を受賞するなど活躍。1990年にウルフチームで就職し、初のプロデュースゲームデザイン作品としてリリースされた。 ソルフィースは、ベーマガ卒業生の作品として、同志で大きく紹介された。後に、ベーマガのライターとなって、1993年1月号から1994年12月号まで、バグ太郎のプログラムタイムというコーナーを担当し、ゲームプログラムのための実用的なテクニックを紹介した。ウルフチーム以後は、同社からスタッフが独立して創業した。 ガウエンターテインメントに参加。さらに、ネクステックへ移籍し、同社では、執行役員権最高技術責任者を務めた。2016年7月29日の、ネクスエンターテインメント解散後、9月1日付で、スマイルブーム所属となった。2015年4月7日から、プロジェクテグにて、ドラゴン N スピリットの配信が開始されている。 突起なきものは PC-8000 一用ありがとうございます。